野君は見事に第二次試験を通過した。勝ち残った諸君には最終試験。おい、あいつは。ああ、木の葉の里を一人で救ったっていう。嘘、渦巻ナルトさんじゃないの。なんであんな化け物が中忍試験に混ざってんだよ。まだ下忍らしいぜ、ナルトさん。冗談だ。ナルト兄ちゃん注目の的ね。そりゃそうだよ。なんたって木の葉の里一番の忍びだもの。本戦のルールを説明する。本戦は1対1の自由戦闘で行われる。イレギュラーとはいえ、中忍試験がお前たちの力を見せつける場であることに変わりはない。全力で戦え。この葉丸、一緒に中忍目指そう。または忍具とみなされた生物の使用は認められている。何でも中忍になってみせるぞ。なんか俺にも勝つ気満々だな。ああ、兄ちゃんといえどもライバルだ。これ、うん、俺だってまだまだお前に負けるわけにはいかねえかんな。兄ちゃんなんてこれだこれ。お前なんか指一本だ。一点一点にしてやる。ぐっちょんぐっちょんにしてやる。ナルト、やってやる。ほら、ナルト、大事なこと言ってんだからちゃんと聞きなさい。さくら、うるさい。ナルト、覚えてなさい。さくらちゃん、怖いってばよ。それではこれより中忍試験本戦第一試合の組み合わせを発表する。試験官は準備してくれ。第一試合、渦巻きナルト対サルトビ木の葉丸。燃えてえか。いきなり渦巻きナルトかよ。こりゃ消化試合だ。あのチビかわいそうにな。俺たち逃げなくて大丈夫かな。ああ、いや何、渦巻きナルトは人中力だろ。しかもキュービをコントロールできないっていうし、もしあのチビが頑張っちゃってキュービが暴走。考えすぎで。このハマルちゃん、よりにもよってなんてことです。教育係といえどこんな時は何もできない。ただ信じて応援してやることしかね。この木の葉丸くん、頑張れ！頑張るなよ！ちょっとで負けて引っ込みやがれ、チビ！だらだらと試合を長引かせんなよ！頑張れ！待って！この葉丸くん！参ったな。けど、この葉丸とは本気でやりて。兄ちゃん、俺この日を待ってた気がする。ん？チャンスだこれ。みんながこの試合に注目してる。みんなが兄ちゃんと俺を見てる。みんなに俺の戦いを見せられる。俺をこの葉隠れの忍び、この葉丸をみんなに認めさせる絶好のチャンスだこれ。行くぞ兄ちゃん。来い、この葉丸。開始。教えてね。いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ。くれ、中影分身の術。風影分身の術。やんの当たり前といや当たり前だが。ああ、渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次、さっさと次の試合を始めろ。悪いなこのハマル、俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により
続けられんのか。当たり前だこれ。俺はまだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんにこのおかげの一歩ですぞ。おかげの名前が欲しけらな。この俺をぶっ倒してからもしろ。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。パス入れてみな。出現影分身の術。何？いけー。ジジイの術だこれ。さらにカドンアイステキショー。結構できるぞ。あっつつつつつ。もう手裏剣もねえ、チャクラも尽きた。でもせめて一発。このハマルのやつは張り切りすぎだってばよ。ね、しまった。簡単には譲れねえってばよ、このハマル。バカ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 じゃん。また、今回は特例として、いくつかの制限を設けさせてもらった。その1、戦術の禁止。他の連中の手前、ハンデは必要だからね。渦巻きナルトは反則行為により失格。勝者、サルトビコノハマル。ナルト、お前ならいつでも中忍になれるだろう。ま、実力ならもう俺よりも上だからな。そうですとも。なんてったって君は木の葉の英雄なんですから。いや、そんな、それほどでも。やっといつものナルトに戻ったわね。さ、帰るわよ。ちょっと待ってこれ。俺も一言言わせてもらうぞこれ。よかったな、このハマル。これからは